まあ、菅直人さんだったらそういうあの論点がいろいろあるということになるんですかね。毎日新聞こそ怒らなきゃいけないんじゃないですか。あんなあのツイッターについては。2022年2月9日、維新、吉村副代表、記者会見にて、立憲民主党、最高顧問の菅直人氏が、日本維新の会が大阪で支持を広げている理由をめぐり、低所得者層の人たちが共鳴した、とする内容のツイートについて、毎日新聞はどのような点が問題なのか、と、吉村氏に質問。いや、わかるやろう。逆に、毎日新聞は、このツイートは問題ないということなの？民意を所得に紐付けることについて容認ということなのか？すいません、毎日新聞の矢尾です。まあ、最後になりますけど、以前ですね、菅直人さんがそのツイッターで、維新さんがやっておられることについてですね、まあ、低所得者という言葉を使いながら、まあ、そういう説が有力というふうに、まあ、ツイッターで書かれていて、でそれに対してあの知事の方、あ、知事じゃない、副代表の方やですね、あの松井さんの方から、まあ、これはあの人としてどうなのかというような、まあ、批判といいますか反論があったんですけれども、あのツイートの中身のこのどの部分がこう具体的にこう問題だということをちょっと説明してもらえないでしょうか。それ僕が説明しないといけないことですかね。あのツイート見て問題ないと思います？いや、いろんな論点があると思っていて、例えばその中身がそういう説が有力だということに対して、いやそんな説おかしいでしょという論点なのか、それともその、低所得者というのを用いて、例えば所得に、所得でその支持を語るというのが問題なのか、ちょっといくつか論点があるのかなと思いましたので、吉村さんとしては どの論点なのかなと思って。あれもし僕が発信したら、毎日新聞1週間にわたって大バッシングを続けるんちゃいます？あれ認められますか、毎日新聞として。維新はこれあの役人批判をして低所得者があの支持を得てるって、それもし僕がやったら、毎日新聞のこれはどういう論点ですかってそう言った人に言ってもらえます？1週間ぐらいもう批判するんちゃいます、僕のこと。まあ、菅直人さんだったらそういうあの論点がいろいろあるということになるんですかね。毎日新聞こそ怒らなきゃいけないんじゃないですか。あんなあのツイッターについては。いや、あのうちの話じゃなくて、その吉村さんとしてはどう思うのかなということを質問したかったんですよ。まあ、もちろんうちが怒るかどうかはちょっとそれは今その論点じゃないので。あのその所得の高い低い、そういったところで何かこの政党の支持を紐付ける、そんなことはありえないと思いますし、そういう発想になること自体が僕はもう全く理解ができないです。あのよっぽど自分のことは賢いと思っているのかちょっと知りませんけれども、まあ本当にあの、まあ、まああまり言うとまだこれあのもう今はあの感染対策に集中したのでこのぐらいにしておきます。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。よかったらいいね、チャンネル登録お願いします。